アメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が2024年9月26日に、中国海軍が中国中部を流れる長江沿岸の武漢近郊武昌にある国営造船所で建造を進めていた、核燃料を搭載していた可能性が高いと見られる最新型の原子力潜水艦が、5月下旬から6月上旬頃の間に沈没したことをアメリカ政府当局者が語ったとした上で、この事故について中国政府は沈没事故を隠蔽して公表しなかったと報じたよ。WSJ が報じたところによると、当該潜水艦は5月末の時点ではほとんど偽装を終えて最終的な出航準備に入っているのではないかと見られていたのであるが、その後6月15日に撮影された衛星写真画像には、当該潜水艦が係留されていた埠頭に複数の大型のクレーン船が存在しているのが確認され、同時に沈没した潜水艦を引き上げている様子も確認されたらしい。今回はそんな中国が最新鋭原子力潜水艦の沈没を隠蔽した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この沈没したと見られる潜水艦については、WSJ の記事が出る以前から SNS や西側の軍事専門メディアが盛んに報じていたけど、中でも台湾のメディアはこの潜水艦について、中国海軍の攻撃型通常動力型潜水艦の主力とされている39A 型元級ではないかと報じていたよ。しかし、今回の WSJ の記事では、衛星写真の画像から船尾の舵が一般的な十字型ではなく、日本の海上自衛隊潜水艦操縦型や太平型と同じ X 字型であることが確認されたとして、この潜水艦が中国海軍の最新鋭攻撃型原子力潜水艦93型とされる小級であるとしているね。また、アメリカの CNN でもこの画像の存在を確認しており、中国の造船所の衛星画像を定期的に調査している新アメリカ安全保障センターの非常勤上級研究員であるトム・シュガート氏の発言として、複数のクレーン船が集まっていることについてこれまでも造船所においてクレーン船が存在していることは多々あったが、今回のように一箇所に複数のクレーン船が密集している状況を見たことがないとして、このクレーン船の存在が以前の画像から消失した潜水艦を引き上げるためのものではないかと推測していたぜ。そしてさらに、通常であれば潜水艦は浸水後、偽装工事のために造船所に数ヶ月間は係留されているが、今回衛星写真に写っていた大型で船尾に X 字型舵を持つこの潜水艦は短い期間で造船所から消えていることから、沈没したとみなすのが正解であろうとも語ったことを報じているな。093型小級原子力潜水艦は、1974年から就役していて現在3隻が運用されているとされる。091型艦級攻撃型原子力潜水艦の旧式化及び老朽化が進んだことから、その後継として開発された中国海軍における2番目の攻撃型原子力潜水艦だね。中国海軍では091型で習得した原子力潜水艦建造技術加えて、ロシアから導入したビクター3型原子力潜水艦の技術を導入して091型において大きな問題となっていた静粛性の向上を図ったとされているよ。しかしながら093型についてはこれまで、X 字型舵が採用されたとする情報は存在しておらず、武昌で沈没したと見られる潜水艦が093型であるとする報道に対して疑問を呈する声が上がっているぜ。また、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦建造は現在、093型からその改良型である第3世代とされる095型に移行していて、沈没したとされる潜水艦がこの095型ではないかとする見方も出ているのであるが、095型についても X 字型舵が採用されたとする情報は皆無であり、確証はないらしい。日本の軍事専門ライターである JSF 氏によると、武昌で沈没したとされている潜水艦はその出現が伝えられていた通常動力型攻撃潜水艦 39A 型の改良型である041型ではないかとしているね。そして、もし041型であるとするならばその機関は通常動力であり、その動力が原子力となったとする情報がないばかりか、
武将の造船所は通常動力型の建造が専門と伝えられていることから原子力潜水艦を建造するのは不自然であり、長江に沈没したのは原子力潜水艦ではなく通常動力潜水艦である可能性が高いみたい。ただし、原子力潜水艦である可能性については、通常動力潜水艦に小型の原子炉を潜航中の補助動力となる非対機依存推進 AIP 機関として、追加で組み込んだのかもしれないとして完全否定はしていないんだ。この武将における潜水艦沈没事故について中国側からは一切発信がなく、アメリカの国防総省の当局者からは中国が最新鋭潜水艦が沈没したことを隠蔽しようとしていると語っていて、さらに、潜水艦についての情報はどの国においても最高機密であるとした上で、中国海軍が、新型の攻撃型原子力潜水艦が桟橋付近で沈没したのが事実であったとしても、そのことを隠そうとするのは普通のことであると述べているぜ。中国は今、アメリカに匹敵するような世界規模の軍隊構築を目指しており、特に海軍における空母の建造と空母艦隊の増強と潜水艦部隊の近代化を最優先事項の一つに掲げているんだ。2023年に公表された中国の軍事力に関する最新の報告書によると、中国海軍は弾道ミサイル原子力潜水艦6隻、攻撃型原子力潜水艦6隻、通常動力型潜水艦48隻を運用しているとされているけど、それに対してアメリカ海軍は、攻撃型原子力潜水艦53隻、弾道ミサイル原子力潜水艦14隻、巡航ミサイル潜水艦4隻を保有していて、アメリカ海軍がインド太平洋地域に配備している潜水艦に、同盟国である日本の海上自衛隊の通常動力型潜水艦22隻と韓国海軍の通常動力型潜水艦21隻を加えれば、数の上では中国海軍を上回るよ。しかしながら、中国の現在の潜水艦建造ペースを考えれば数年を待たずに、中国海軍はインド太平洋において最大の潜水艦部隊を保有することになると見られていたな。ただ、今回沈没した潜水艦がもし最新鋭の原子力潜水艦であったとするならば、その沈没原因の真相が究明されないうちはこの先の原子力潜水艦建造計画に大きな狂いが生じる可能性があるとの指摘が出ているらしい。また、もしこの潜水艦が原子力潜水艦であった場合、武将周辺地域や長江へ放射性物質が大量に放出された可能性があることを否定できないぜ。1961年から現在に至るまでの間には多数の原子力潜水艦事故が発生しているけど、その中において沈没に至り今もなお海底に横たわっている原子力潜水艦が6隻あるんだって。それはアメリカ海軍のスレッシャーとスコーピオン、そして旧ソ連海軍の K8、K219、K278 コムソモレツ、K27 で、その中で1989年にノルウェー海で火災が発生したコムソモレツは、プルトニウム核弾頭を搭載した原子力魚雷2発を抱えたまま同海の深さ1680メートルの深海に沈んだんだ。ノルウェーの原子力規制当局は、コムソモレツに搭載されている加圧水型原子炉について、事故直後から現在に至るまで艦内に封じ込められた状態になっているとしていて、事故発生以来、定期的に放射線レベルを測定しているみたい。しかし、2019年7月7日に無人潜水機を使用した調査において、コムソモレツ周辺の海水を採取して放射線レベルを分析したところ、ノルウェー海における通常の放射レベルの約80万倍という高濃度の放射線が検出されたらしい。ただし、その海水はコムソモレツの原子炉付近のパイプから採取されたもので、艦隊のその他の部分で採取された海水からは高濃度の放射線は検出されなかったと言われているぜ。今回の沈没事故についてアメリカ政府は、沈没時に核燃料を積んでいたかどうか把握していないとしているけど、専門家はその可能性が高いと見ていて、放射性物質が長江から東シナ海へ放出されることが懸念されているね。この潜水艦沈没に関して中国当局が放射線による汚染の有無や死傷者について確認したとの情報はないんだけど、
WSJ はアメリカの専門家が状況から見て放射能漏れが発生している恐れは低いと語ったことを伝えているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。